自民党派閥のパーティー収入不記載事件で東京地検特捜部は安倍派・清和政策研究会の管流システムの全容解明を急いでいる西村康稔前経産省ら同派幹部に対し任意の事情聴取を重ねているようだ中でも今後の焦点となりそうなのが裏切りのいきさつだ 安倍晋三元首相が指示した官流廃止の方針を暗殺直後、ドーハの一部幹部が撤回したとされる。特捜部は重大関心を寄せている。元首相の暗殺後に安倍派の会計責任者は官流や裏金化の違法性を認識していたなどと供述している。当然、指示・共謀した者の解明が必要となる。司法関係者は、 今後のの捜査の展望をこう見通した今回の事件では政治資金規正法違反虚偽記入容疑で衆院議員の池田義孝容疑者比例党会自民党除名が逮捕された特捜部はパーティー収入の還流と一部の議員による中抜きを合わせた安倍派の裏金が2022年までの5年間で6億円近くに上ることを確認した 額の多い、大野安忠参院議員、岐阜選挙区や谷川弥一衆院議員長崎3区の立憲も検討しているとされるこうした中裏切りのいきさつが焦点となってきた有観富自気法の通り安倍氏は2021年11月に派閥会長に就任後パーティー券販売のノルマ超過分を還流する仕組みを問題視し還流廃止を支持した ところが安倍氏が22年7月に教団に倒れた後一部幹部の意向で還流が継続された当時派閥運営を取り仕切る事務総長だった西村氏らの関与も報じられている安倍氏に近かった菅義偉前首相は6日放送の日本放送の番組で安倍氏はあの仕組み還流はやめるべきだと言っていたようだ派閥の会長職もそんなに長く務めていないと証言している 関係者によると特捜部は歴代事務総長らに聴取を重ねているという特捜部は安倍氏の意向を覆し官流を続けた派閥幹部について立憲の可否も含め慎重に捜査を進めている模様だ岸田文雄首相自民党総裁は政治刷新本部の初会合を11日に開く方向で最終調整している 外部有識者を招いて政治資金規正法の厳格化を検討し、今月中に中間取りまとめを行うという。自民党関係者は、今月末の通常国会招集を見据えて、特措部の捜査が加速する可能性がある。岸田首相の危機管理能力には厳しい視線が継がれており、政治刷新本部の意義も厳しく問われる、と危機感をあらわにした。 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです法に反することをしているという認識があったからキックバックをやめようとしたり止めるのを止めたりしたのだからこの案件は逮捕しなければならないでしょう石川の被災地でボランティアを装って被害家屋からみかんを盗んだ大学生は即逮捕でしたよね政治家だからといって逮捕しないのは 金額の多さから言っても法の下の平等に反すすると思います疑惑の5人衆の西村氏にはさまざまな疑惑がある架空パーティーによる裏金疑惑笑える100円カレンダー等々特捜部が再聴取するのなら徹底的に厳しく追及していただきたい。 裏金の金額の大小で立件を決めるのではなく、誤人衆についても切り込んでほしい、単なる小物議員だけの逮捕、起訴だけでは許されないと思う20年以上も前から行われていたということを安倍氏が知らなかったというのは不自然だろう総理になる前は、キックバック受けていたのではないか。 安倍派となって、バレたら自分が責任を追及される可能性が出てきたから、我が身を守るためにやめようと言い出したのだろう。当然、違法性は認識していたのだろう。西村にしても違法性は認識してたけど、罪の意識はなかったのだろう。バレたら訂正すれば逃れられると思っていたのだろう。ここは立憲されるる可能性があるから。 捜査に協力して正直に供述した方が利口だろうなんで安倍元首相が官流廃止を指示したのかそこがよくわかんないのだが派閥の長になる前から官流はあったわけで安倍氏がそれを知らなかったとはありえない漏れ聞こえる情報では赤旗にすっぱ抜かれる前に指示したみたいだがそれもどうかな 指示の日時が違うのか記事になる前にリークされやばいと思って止めろと言ったのか状況から言うと後者の可能性が高いがいずれにしろもうなくなってるわけで一部の人間による前任化みたいな風潮もどうかと思うしこのまま誰がキックバックの指示を出していたのかは表に出ず枝葉ばかりお縄で終わりなんですかね 事実かどうかかどど、ううがわらなないいちは何とも言えないけど本当であるならばこういう人間が自民党の総裁選に出ていたというのが自民党が悪党の象徴なんだなと思うそのまま総裁になっていたら内容が事実であるならば今の金額以上の裏金づくりが行われていたんでしょうね昨年後半には総裁選に意欲とかいう記事も出てたけど末恐ろしいなと思いますね ここの政政治治資資金金問題ででですす。が、が規正法違反であることは、誰が見ても明白ですしかし政治資金規正法違反だけでなく脱税ではないでしょうかパーティー券を販売してそれを派閥や政治家自身の懐に入れて裏金にしているわけですよどう考えても脱税でしょう 国民は、税金を納めなければ追徴課税されますが、政治家だけが良いというのは明らかに変です。法律を作る人たちが法律違反をしているんです。政治家を縛る法律を、政治家に作らせてはダメです。是非とも検察庁には、明確な処罰を期待しています。 全ての国民は法の下では平等だと中学生の子供に教えているが今の現状を見ると平等だとは言い難いなんとか子供に平等であると証明してほしい東京地検特捜部さん頑張って権力に屈することなく公平なジャッジをお願いします煩悩の塊を過去から引き継いできたであろう現国会議員が目の前に広げられたうまいものを 一旦しまわれたとしてもその縛りがなくなってしまえばまたゾロ目の前に広げたくなるものでしょう現に広げてしまったんですよねやってはいけないことをねこんなもの誰かの指示があったに決まっているもちろん末端の国会議員ができるはずもないまあ今般設けられた政治刷新本部がどこまで機能するものか見ものですね ここうななってくるとこの問題は悪質極まりない行為だね、違反と分かっていて裏金を捻出していたことになる許されん自分たちで作った法を守るのではなく違反するその神経は何なんだ国民からの税金を得て裏でまた金を取る二重取りこうも腐った輩は断じて罰を与えないと法の秩序が守れない国会議員を辞職してもらいましょう 法としてやめてもらう二度と国会議員になれないようにしないと誰が元首相の銃撃死の誤管流廃止の撤回をしたのか記事は西村氏に焦点を絞っているようだが問題は検察の覚悟がどれほどなのかということではなかろうかここまで来て安倍派の派閥幹部を見逃すならそれは検察の腰砕けということになるだろう検察が法と正義のどうか踏ん張ってほしい 検察にとっても存在理由が問われる正念場だ。